はい、皆さんこんばんは。今日はね、昔働いてた近所にあった中華料理屋さんの話をしますね。近所にあったっていうか、職場の近所にあった中華料理屋さんの話をします。自分の職場から駅の方に向かって歩いていく途中にね、中華料理屋とか居酒屋とか結構並んであって、で、まあ友達と2人で歩きながら、ここの中華料理屋気になるなーとか言ってて、でその一遍入ってみようかーって言うた日が、その日、今日決めた日なんですね。入ろうって。で、入りました、一遍入ってみようかって入って、仕事終わって5時に終わって入って、いらっしゃいませーって。中からまあ50代ぐらいの店の店主と、で年老いたお母さんと、親子でやってるみたいなんですよね。で、まあ何しましょうか、まあ瓶ビールちょうだいって、まあ未成年やけど飲んでましたね。まだ18歳ぐらいの時やったから。で、餃子と八宝菜もらえますか、すいません、八宝菜玉ねぎ塗ってもらえますかって、俺が嫌いやから。で、次が、ね、お前玉ねぎ嫌いなんか、そうやね、嫌いねって、まあ話しとって、歌で話しとって。ほんで、ちょ、白飯食べようかって、すいません、ご飯もらえますかって言ったら、すいません、ご飯売り切れなんですよって、あ、売り切れ、もうしゃあないな、どうする、もう帰ろうかって、帰って、出て、で、まあ、出てから、どうやったって、まあまあ、あんなもんちゃうって、中華料理は。餃子美味しいけどな、そうやな、って。ほんで、まあ、次の日仕事行って、ほんで、帰りしな、今日どうする、飯言うて、そうや、もっぺん、あ、こう中華料理行かへんだ、こう餃子うまいし、そうやな、行こうかって。また行って、ガラガラガラって、いらっしゃいませって、お客さん行ってなんかって、で、まず瓶ビールちょうだいって、瓶ビール、はいよーって、瓶ビール持ってきて、で、今日はどうする、まあいつものように餃子やな、餃子だったので、昨日八宝菜食べたから今日はええわ、じゃあきくらげ炒めと、あれにしようか、唐揚げしようって、唐揚げ頼んで、まあ美味しかった。で、まあ、閉めるか、白飯食べて帰るか、言って、そうやな、すいません、ご飯もらえますか、言ったら、すいません、売り切れなんですよ、ええー、また売り切れか、と思って、で、おへそして帰ろうって、帰って、出てから、おい、またお前ご飯売り切れやって言って、もう夕方まで閉めてんやったら、お前、その間仕込みしたらいいのにな、ほんまや、ほんまや、って、これからどうすんやろな、で、まあ、普通にそういうふうな会話して、で、俺の連れが、明日もし行って飯なかったらどうする？って、それはもうちょっと問題やろ。じゃあ俺にはちょっと考えがあるからって言って、鶴瓶が、よし、ほんな明日仕事あったら行こうぜ、言って、仕事終わって、ガラガラガラって、俺らも飯ないつもりでバーッと入っていって、で、瓶ビールと、また餃子、もう餃子はほんま美味しいから餃子頼んで、どうしようかな、今日は。じゃあ今日はニラレバーと八宝菜で、ニラレバーも八宝菜も玉ねぎ抜いてもらえますかって、はいよーって、ああ食べて、そろそろ頼むかって、すいません、ご飯もらえますかって、あ、すいません、申し訳ございません、ご飯売り切れなんですよはあって、友達が、すいませんって、僕らの顔知ってるでしょって、昨日、その前、3日間連続できて、3日間ともご飯断ってるんですよって。すいませんけどね、これが夕方まで閉めて、これから9時、10時ぐらいまで仕事してあるんでしょって。で、その間ご飯の方どうするんですかって言ったら、連れが言ったら、そんなもんな、お客さんにそんな言われる筋じゃないんや。なかった焼き飯でも頼んでもたらええやないかって、こうや。はあって。もうあかんあかんって、もうこういう店主と話しててもしゃあないから、もう出ようやーっつって、ほんでお金払うって出たんですよ。もうそんなお客さんに対してそんな言い草ないやろと、ちょっと噛んでるけどね。ほんで、今まで気づかんかったけど、2回って3回目で、入り口のね、入ったところに貼り紙しちゃったんですよ。従業員募集中って。女性の方に限ります。まあそこはいいですわ、女性の方。まあ、洗い物かなんか知らんで。で、その後に、18歳から30歳の独身の女性の方、中肉中の方はお断り、ぽっちゃりの方もお断りします、子連れの方もお断りします、なんでやねん、自分の嫁探しか。